皆さんこんにちは。ナッチの YouTube チャンネル始まりました。前回金利の動画でご質問をいただいております。住宅ローンを組むときに変動金利と固定金利どっちがいいですかっていう質問をいただきました。はいはい。で、今回はその質問について浅野社長の方からお答えさせていただこうかなと思います。そもそもまず変動金利と固定金利ってどんなものなのかっていうのを教えていただきたいと思いますので、はい、変動金利からじゃあ説明をすると、はい、変動金利というのはね、漢字で書くと変わる動くですけども、金利が動きますよということですよね。で、一方で固定金利っていうのは金利が固定されますよっていうことなんで、で、変動金利っていうのは金利が動くので、今は低金利情勢なんで金利は動くんですけども、リスクはちょっとあるんですけども、市場の金利では一番安い金利で借りられる。だから同じお金借りても固定金利に比べると返済額は少なく済みますよっていう、そういう商品。今なんでそんなに金利が安いんですか？お金がね、需要で決まるっていうのが一番大きいかなと思うんですけど、例えば個人とか企業さんがお金をすごく借りたいような局面になると貸す側が優位になって、貸す方は金利をちょっとでも高い条件で貸した方が、金利っていうのは銀行さんの利益になりますので、高い金利でね貸したいんですけども、今その逆ですよね。デフレで個人の人もあまりこう借り入れを増やさないように堅実にいこうと、これ会社もそうですよね。自分の持っているお金の中でやりくりしていきながら堅実に会社経営をしていこう。これなんでって言ったらやっぱデフレだからですよね。だから簡単に言うとデフレだからですね。じゃあ次に固定金利についてお伺いしてもいいですか？はい、固定金利は、期間が限られて固定をするっていうタイプと、例えば住宅ローンで35年で組まれる方が多いんですけど、35年間、金利を固定しますよというそういう商品の2つに分かれてますけども、変動金利っていうのは、金利が動くんでね、その時の情勢によって動きますので、その分安くしてくれてるんですけども、固定っていうのは今の低金利の情勢だとすごく得ですよね。金利が安い時代に固定をしてくれる、この安い情勢のままで固定してくれるってわけですから、例えば期間を固定するっていう商品で多いのが3年固定っていうのと5年固定っていうのと10年固定っていう、この3つの商品が金融機関がどこも持ってるようなオーソドックスな商品なんですけども、今のこの低金利の状態で例えば10年金利を固定してくれるっていうのはすごい借りる方にとっては嬉しいことですよね。次はその1.何%でね。でしかももう一つ35年固定っていうのは35年を1.何%で固定してくれるわけですから、これはまたすごく魅力的な商品ですよね。これが金利が高い時に固定金利で、高い金利で固定されたのでたまったもんじゃないですけど、低金利のこの時代にそのそれだけ長期間固定をしてくれるっていうのはすごくいい商品ですよね。だからこの低金利の時だからこそこう検討をしていただきたい商品ではあると思いますね。すごくメリットがありますね。はい、じゃあ、実際固定金利と変動金利は実際どっちがいいと思いますか？これね、そのどっちが得とかね、どっちが損とかっていうのは、これ金利って水物なんで、いろんな国内の情勢と海外の情勢でこう変わりますんでね、絶対っていうのは本当に言い切れないんですけども、ただ間違いなく言えるのは過去の金利の推移からいくとですね、もうこの20年間ずっと右肩下がりなんですね、金利でね。で、右肩下がりできて、これだけ低金利変動でいうと 0.4%、 0.5%、 長期の固定金利でも 1.2% 台っていうような、この非常に金利が、低い状況から考えると、下がったものっていうのはね必ず上がると、これはもう どんな業界でも同じことを言われると思うんですけども、今下がりきった状況、これ以上下がるっていうのがちょっとなかなか考えにくい現状である。それを考えると私は固定かな、固定の方がメリットが出る可能性は高いかなというふうに思っています。変動金利にするなんかデメリットってありますか？今そこなんで、金利がね上がるリスクは当然常にある。で、変動金利もそのリスクがあるから、一応ね5年間は返済額は、保ちますよっていうふうな一応ルールがありますので、
例えば最初に月々5万円と決まったら5年間はそれを上回ることはない。で6年目以降ですね、6年目以降じゃどんどん上がる可能性があるっていうところも一応あのリスクをねちょっと減らしてくれてて、それも 1.25 倍まで、5万円の 1.25 倍までしか上がらないような一応守ってくれてる商品ではありますので、まあそういったデメリットというのは少なくはしてあるものの、金利が上がって膨らんだ利息の分というのは例えば35年であれば一番お尻にこう先送りをするって感じかな。その時の痛みは少なくなるようにはしてあるけども、結局その痛みっていうのはどこかでやっぱり返さなきゃいけない、そういう一応商品ではありますので、うん、リスクは少なくはしてくれてある制度としてね、でもリスクはあると、その瞬間のリスクは少なくしてくれてるけどね、はい、僕はどっちかというと固定金利の方がまあ安心ができるかなっていうふうに思ってるので、まあ、どうしても変動でね借りたいという人は変動でもいいかもわからないんですけども、まあ、安定的にね、生活がしたいなっていう方は今のこの情勢だと固定の方が有利かなと思います。ありがとうございます、はいはい、では次回の YouTube チャンネルも楽しみにしていてください。はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。